今後ともよろしくお願いいたします。頑張りましょう。本当にご苦労様でございました。皆さん気づかれましたか？更新してる時には雨はほとんど上がってたんですよ。そしてここに来てもう解散が近づくとまた降り出した。これはね、私はオカルトチックなことを言うつもりは全くありませんが、本当に何か英霊の気持ちを感じました。本当にもう感激いたしました。今日更新に参加してくださった方々は本当に日本の宝だと思います。本当にありがとうございました。港区の山本ひるみでございます。皆様、雨の中本当にお疲れ様でございました。本当にこの雨は今を生きる私たちに何かを伝えているかと思います。先人の皆様の思いに気持ちを馳せ、そして今をこれからを生きる一員として皆さんと一緒に日本を良くしてまいりたいと思います。雨の中皆様お疲れ様でございました。皆さんありがとうございました。それでは、凱旋者戻ってたかな、皆さんと共に靖国のお偉いの皆様に海浮かばの提唱をしたいと考えます。それでは、海浮かばを提唱します。前奏がございませんので、皆さんそのまま2回続けて、提唱をしたいと思います。ご通行の皆様とよろしかったら、それの皆様に、私たちの心、交通の心、感謝の心、そして、あと一つのものとして、必ず、それの皆様の日本国への平和と安全を願う、その祈りをついていくことをお伝えする、歌として、国民側を共に提唱したいと思います。ご通行の皆様、よろしかったら、戦場陛下万歳。
まで夏休みの定例期間中を本日の年を捧げる国民個人終了させていただきます。本当に良かったのでは、定例の皆様の涙雨ではないか。終戦以来71年こんなに日本の国防安全保障が危機の状態にある、そういう中で私たち国民は果たして200数十万柱の命を捧げ、日本国と国民のためにこの靖国の森にいらっしゃる英霊の平和と安寧への祈り、これに応えてきたか。痛切な胸の痛みを感じるわけであります。しかし私たちは日本人であります。正直で勤勉で真面目な闘技心の高い日本人であります。私たちが一人でもいる限り日本はある。私たちの中に日本はある。私たちのいるところに日本はある。そんな思いで本日土砂降りの中日の丸行進をしていただきました。誠にありがとうございました。以上で行進すべてのスケジュールを終えたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。警備の警察官の皆さんにも感謝を申し上げたいと思います。そして、沿道から拍手をしていただいたり手を振っていただいた皆様、本当にありがとうございました。以上で終えさせていただきます。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。